酔っ払ってても英単語解けるのか。うわー出てこない。マジか。Large すごい。ゴン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 。はい。はい、ほーでは始まりました。モテチチャンネルです。さあ、今回なんですけども、酔っ払ってても英単語解けるのかというのをやっていきたいと思います。はい、これからですね、配信があるんですけども、まあ飲みながらやるという配信なんですが、まあせっかく飲むんだったら、なんかやればいいかなと思って、問題解こうかなと思います。で、トイックやろうかなと思ったんですけど、無理っす。頭働かないので、もう、なんとかします。はい。このまあ、操縦ですよね、韓国のね、これね。とか、スミノフとか、はい。こういうのを飲みながらなんですけど、はい。飲んでるシーン、動画に撮っときゃよかったな。はい。あ、お酒弱い方は飲みすぎ注意ですよ。未成年の飲酒は禁止されております。強いんですよ、やっぱりこれ。13度あるからね。うわぁああタケルの天然水。タケルじゃなくて、ホタカと言います。うわぁ、もうこうね、ぐわーって熱くなる、ここは。では、行きたいと思います。だぁ、まず、準1級ぐらいから行きます。2級とかだと簡単だと思うんだよね。準1級と1級、解いていきたいと思います。はい。これ、なるべくカットをね、しないで、行きたいと思います。はい。では、行きます。で、悪化する。Exhale は外を出す。Degenerate。これじゃね ?Frolic。なんだっけ ?Frolic。って。出てこない。マジか。え ?Handcuff はこれでしょ手錠。僕は横浜の成人式で初めて見たやつです。手錠って黒いんだって思ったのを今でも覚えてます。ずぶ濡れにする。ハーロー。違う。ドレンチ、はい、これですね。インプラント、安心、インプラント、ロビー、何言ってるロビーって。違います。違うけど、やばい、全然出てこないな。頭から。なんで出てこないんだろう。巻き込むはどれか、3番。ラーチ。ネッソ。コーヒー、ウーズ違う。なんか染み出るだっけ、ウーズって。エンブロイル、これでしょ。はい。なんかインボールと似てるし、エンってなんかこれついてると大体イン、中って意味になることがあるよね。次、アプロー。裏切り者、ビトレイヤー。足元、大騒ぎですね、アプロー。合ってますよね。間違ってたらどうしよう。反発違う。次、ヘジモニー。ヘゲモニーと言われるやつですよね。日本語になってるよね。英語だとヘジエとかヘジ、ヘジエモニーじゃない?報復。レトリビューション。ね。花びら。ペロ。皇帝。エンプラー。主導権ですね。はい。ヘジモニー正解。絶対合ってるよ。イニシアティブとかもある?ボーガス!ああ、これ、研究出てくるっしょ。何回の違う。太りすぎのインチキの、はい、これ。明るい。違う。うわあのね、焦点を合わせるのが大変だね。なくなった。ちなみに私が二日酔いをしたのは、そんなにないんですけど、数えられるぐらいしかないんですけど、ソジュのせいで二日酔いになったことが2回あります、人生で。で、スミノフは、アメリカに行った時に非常によく飲んだものですね。甘いのしか最初飲めなかったんで、その後でいろんなお酒、ドイツ人と韓国人たちとよく飲んだので、アメリカで。そこから別にまずくても飲めるようになりました。はい、次言います。To breathe in a noisy way while you are asleep. 寝てる時にって、snore じゃん、じゃあこれ。implore, 嘆く。snore, 正解。notify, 気づかせる。lure は、こう、ルアーですよ。こう、おとりでこう寄せて。ルアー A into ING とかでしたっけ?はい。2番 The worry, disappointment you feel when something unpleasant happens. 何か不快な時が
会った時に感じる、怯え、恐れ、怯え、違う、心配、がっかり。Raid? 攻撃ですか？ Sensibility? 違います。Sensible の名詞ですね。Temperance? 違うな、Temperance。Dismay? これ。はい。うろたえとかっていうので出てこないですか？A 研究だと。で、準一級のレベルが A 研一級と準一って感じかな？多分ですよ。今の感覚的に。そもそもこれ答えどこ載ってんだろう、これ。Flake! To direct or control business or department and the people. 違います。なんだ、スーパーバイスみたいなことかな、これは。To make something pale or white by using chemicals or the sun. He died みたいなこと、青白く白くする。はい、ケミカル使って。太陽使っても白くなるってことあるんだ。To break off in small thin pieces. ああ、これでしょ、これはだって。コーンフレークっていうさ、あとね、スノーフレークか、有名なのは。コーンフレークはシリアルっていうことが多いと思いますけど、はい。すごい、ゴン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 なってます。はい。To make something seem real in order to deceive people. なんかフェイクのものを作るってことですね。次、バウ。ああ、知ってますよ、バウは。A main branch on the tree. これ大枝だよね、バウってね。このおじぎと同じ音なんです。メインブランチのことを大枝っていうの、大枝ってそもそも何なの？小枝はチョコレートでしょ。The part of a plant or tree that grows under the ground. Root ですね、それはね。だって、地面の下に入るんでしょ。3番。Something that you get because you have done something good or helpful. なんか賞みたいなもんですか？なんかいいことして得られる。Praise とかわからんけど。4番。The hard pointed thing that grows on the heads of animals. pointed thing ってことは、角ね。はいはいはい。そういうことですね。まあなんかね、アイボリーとかはさ、問題になったりするよね。あとタスクですか？問題になったりしますよね。密猟をする人の問題とかっていうのは、ポーチとかね。ポーチの問題は、出てきますね。大学入試とかでも出ることはあるし、トーフルにも出るかな。まあとにかく社会問題としては結構重要なんですよね。はい。別に準一はそんな難しくなかったです、ぶっちゃけ。まあ、勝負はここからです。探検一級ですね。はい。私は合格しましたけど、一発で。取れるかやってみましょう。はい。ケバケバしい。ディプレイブ、違うよね。フィリアルは絶対違うな。いい意味でもないか、フィリアル。家族とかそういう、なんか、そういう感じですね。コンデッセントだっけ？コンデッセント違うよね。なんか、これ系のやつ。イメージで。日本語全く出てこない。ガーリッシュ、これです。ケバケバシーって。まあなんかもう音からしてケバケバシーじゃん。ガーリッシュ。向こう見ずな。レックレスみたいな意味のやつですね。サルタリー、違うな。ピービッシュ、良くない意味だよね。怒るんだっけ？ピービッシュって。これはいい研究出るよね。確かね。何回か見たことある。フーハーディー、そうですね。うん。フーでハードなんですよ。オピニオネイって言ったら普段使ったな。なんか意見をすごい言うみたいなさ、そういう感じだよね。オピニオンが入ってる。断固的な、なんかそういう意味で使ったと思いますね。うわ。3番。勇敢さ、bravery。valor。あー、これ。じゃない？カヴァルリー。なんだっけこれ。ロストラム。なんだろう。デリリアムはなんかこうぐるぐるんぐるんみたいな、なんかこういう病気だよね。はい。今の状況。なんかそういうやつだね。サクラン？
だっけ、なんかそんな感じのやつですね。はい、やってると思います。次、プレビサイト、プレビサイト公演、あ、まあなんか政治に関係する単語だよね。国民投票合ってるよね。中止、悔やみ、リモースとか、うん、国民投票だね。こんな話だったら絶対公演違うよね。フラクチュエイト、これさすがにわかります。フラクチュエイトです。こういうやつ、これ簡単じゃない。突き出る、変動するです。はい、荒らす、尻込みする。はい、違いまーす。次、エクストリケイト、くしゃくしゃにする。なんだくしゃくしゃにするって。かき回す、スターみたいな。救い出す、これ合ってる。エクスは外だよ。エントリケットはね、複雑とかぐっちゃぐちゃなやつでしょ。エクストリケートは外に出してあげるんですよ。やるぞ。ああ、評価する。evaluate, assess。 もっと難しい単語あるよね、絶対ね。次です。定義から求めるやつね。 to be a very typical example of something。 assail、 攻撃する。 proscribe、 prescribe じゃなくて proscribe。 sequester、 optimize、 これですね。これが典型的なやつのことを言うよね、エピトマイズって。間違ってたらごめんなさい。エピトミーだっけ、名詞は。合ってます？わかりません。かもしれない。合ってないかもしれません。次です。The cutting or burning down of all the trees in an area。 木を全部カットして燃やしちゃう。arbitrary 恣意的なルールとか決まってないやつだね。deforestation、 これでしょ。タンパイク、なんだっけタンパイクって。これもやったよ、絶対知ってるけど出てこないっつった。 saturation、 飽和、飽和だよね。はい、ratification、 ラミフィケーションはめっちゃ大学入試でもね、早計重要ですけど。 a serious state of mind、 the action of giving legal approval、 a particular appearance in a repeating series of changes、 the quality or state of being alone。ratify の名詞形でしょ。 ratify は批准する、批准するなんだっけ、どっちかなんだ、批准か批准か、なんか間違って確か読み方を覚えてた気がするんだよね。だから、OK だよねってことは2か。 approval だよね、承認だよね。翡翠だから合ってると思います。 dissect、 あ、これは分かりますよ、大丈夫ですね。 dissect はほら、インセクトとかありますね。あれっていうのは、セクトっていうのは切るから来てるわけですよ。だから section っていうのはこう区切られたところからできているものなので、 this は離れるですね。 dissect は切るなんで、 dissect はこうやることです。To cut up into separate parts of for examination. はい、これですね。分けることです。To strip off an outer layer of. 剥がすだよね、それだね。はい。Rip とかじゃないですか、そしたら。To make less general or more limited. こう、narrow down することですね、多分ね。Make impossible. 不可能にする。不可能にするってなんだ、そんな単語。あるのかな。はい、で、合ってたかどうかは分かりません。この後編集、明日ですね、編集して私はどうだったのかを知ることになると思います。はい、合ってましたか。
もう何の問題が出てたのかも覚えてないですけど、お酒は二十歳になってから、そして何を言うとしたか忘れちゃった。あ、飲みすぎは良くないですから、絶対控えるようにしてください。今は、そう。夏期講習がない、今休みだからですね。ここはお休みなんですよ。明日も。そう。休みに休みなんで、だから大丈夫です。その授業ある時には絶対飲みませんので、はい。みんな節度を持ってですね、ぜひ飲んでいただきたいと思います。これから多分配信して、またぐるぐるぐるってなってて、明日編集して、そうだったのか。っていうのをですね、知ろうと思います。はい、ごちそうさまでしたじゃない、これからご飯届くんでビールもあります。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。